どうもこんにちは、ヤスニーとマルコメです。こんにちは。今日はですね、マルコメくんが今この座っているこちらの商品をご紹介したいなと思うんですけど、この商品が何かっていうとですね、スマートグリッドっていうところのスマートリュックマットレスというですね、寝る時のマットレスでございます。で、今日はこれを紹介していこうかなと思うんですけど、まあ本当初見なんで、まあ寝た感じどうなのかっていうところを紹介できたらなっていうのと、こちらのメーカーの方に生卵を落としてくれというふうに依頼を受けてますので、ちょっとそれもやってみたいなと、もう本当怖いんですけどやってみたいなと思っております。で、ざっくりですね、この商品の説明というか、商品のページの画像を一緒に見ていこうかなと思うんですけど、はい、こちらがですね、まず1ページ目、スマートリュックマットレスということで、まあ、こんな感じの画像ですよと。で、次に行くと、はい、こんな感じ、まあ、こういう筒型のねやつに入れられて届きますよと。そして開くとふわふわになりますよっていう感じ。はい、次に行くとこんな感じですね。 1,2,3,4,5 層になってるのかな。革新的なスマートグリッドを取り入れ、究極の寝心地、腰痛などの痛みを緩和しますと。なんか気になりますよね。で、次がこちら。で、優れた通気性とかがあるので、まあ蒸れたりはしませんよと。モーションアイソレーティングテクノロジーというので、隣の人が寝返り打ったりとかしても全然こう気にならないよっていう感じ。あと高い弾力性、快眠をサポートし続けます。で、肩とか腰とかの形状に適応しながら、しっかりと背中をサポートするように設計されてるみたいです。気になりますね。まあ、こんな感じ、まあ、理想のですね、寝る時の体勢っていうのが上にあるんですけれども、下のね、左右どっちもなんですけど、柔らかすぎるマット、硬すぎるマットっていうのが書いております。こうなるとこのね、背骨が曲がってしまうんですけど、このマットレスだとまっすぐになると。素晴らしいじゃないですか。はい、次こちらです。まあ、他のねマットレスと比べても全然いいですよっていうのがまあ書いてたりします。まあ、気になる方はねホームページチェックしていただければなと思います。 URL 貼っときます。まあ、サイズはですね、シングル、セミダブル、ダブル、クイーンとございます。120日間お試し期間っていうのと、10年保証付きっていうのと、お求めやすい価格、圧縮して梱包されております。はい、ということで早速ですね、開封していこうかなと思うんですけれども、できるかな、マルコメ君。できる。ちょっと開けてみて。はい。ほい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 。おお、開けてる開けてる。多分これ、マルコメ君、無理かもしれん。開けてあげよっか。さすがに。これは、ちょっと、無理、無理や。ちょっとなんとかさ、こうやろうよ。よいしょ。あ、いけたいけた。あ、結構すんなりいくじゃん。いくじゃないですか。よいしょ。じゃあちょっとナイロンをね、はい、破りましょう。危ない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 。よいしょよいしょ。あこれが大変や。お、よし、来た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 ぞ来たぞ来た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 。行け行け、そっちに。そう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 、よいしょ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 。はい、マルコメ君、こんな感じでございます。で、ちなみにこの青いやつはこの中に入ってるやつの素材らしいです。確かにこれは通気性が良さそう。どう、マルコメ君、気持ち良さそう。で、ここにするんじゃない。枕じゃねえよ。よし、ではこれを開封します。行きましょう。そしたら空気が入ってくるので、えらいごついことになります。膨らみます。一気に膨らみます。ナイロン取ります。あ、いいよいいよいいよ。はい、とりあえず開封できました。開封するのがね、これ大変だよね。でもこれどうなん、どうなん、これすごく良くない？マルコメ君、もう寝たやん、もう寝たやん。え？どうなん？寝心地。え、めっちゃいい。めっちゃいいの？マジで？そんなに？ちょっとパパも転がってみようかな。ちょっと本気でさ、パパ転がってどんな感じか試してみます。ああ、なるほどね。はい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 。わかるわかるわかる。寝れるね。寝れるね。で、マルコメくんさ、そのパパのさ隣でさ、ジャンプしてみてくれ。いいよ。その揺れが来ないんでしょ、あんまり。あー、来ないっちゃ来ないけど、ちょびっとだけ来るかな。でもほぼ来ない。あ、でもね、寝心地というか
適度な硬さがあるからすごくいい。であとこの表面が本当卵割れないのかな、どう思う？ちょっとだけひび入るかも。ちょっとだけひび入るかも。卵持ってくよ。卵持ってきて。じゃあなんかね、あのコイルが入ってるとかそういうのじゃなくって、なんか本当にこの青のやつ、これがちゃんと入ってるから、なんていうのかな、この周りはやっぱりどうしてもキュッてやったらさあへこむじゃん。だからなんていうのかな、キュッてやってギュッと押し込まれるような感じはあるから、この近くのところだけは少しへこむから、めちゃくちゃ近くにいるとやっぱり振動を感じてしまうけど、まあ普通ね、人はそんなぎゅうぎゅうになって寝てるわけじゃないから、隣の人が軽く寝返り打ったとしてもあんまりこう振動とかは来ないのかなというふうに思います。あとはね、本当にどうなの、卵どうなのっていうのでちょっと見ていこうかなと思います。ただマットに落として弾いてこっちに落ちてしまったらもうアウトなんで、それだけねちょっと危険なんで注意しながらやらないといけないですね。はい、じゃあ丸込めくん、卵をさ持ってきてもらったと思うんだけど、あ、全然あ、え、あ、怖い。じゃあこの辺からやって。怖い。え、マジで？マジで？すごいな。いや、怖。危ない。もう一回。いや、いけるんだ。危ない。いける？危ない。そっちカバーしてな。いい？こんな。もうめちゃパパだって、この高いところからやったらもう割れるかもしれない。いくよ、せーの。おお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 
こまで足がついてるなって感じはします。でもコイルみたいにグイカタッっていう止まる感じはしない。ふわんと戻ってくるような感じはするから、その体に対してコイルだとどうしても一つ一つじゃないですか、コイルが。だからその無造作に動かないというか自然に動いてくれない。ここのコイルはへこむけど、ここのコイルはあまりへこんでないような状態で、多分ね多少段になると思うんですよ。ただこれの場合はこのね青いやつのおかげでどっかがへこんだとしてもそれに合わせて均等にこう斜めにこうなってくれている。で体がしっかりと綺麗に沈んでいくっていうところで背骨をまっすぐにしてくれるんじゃないかなと思うので、寝心地というか体のことを考えられたこのマットレスなのかなというふうに思いました。ということで本日はですねこちらのマットレス、スマートグリッドリュックスマットレスっていう商品をですねご紹介させていただきました。睡眠ってねめちゃくちゃ大事なんで、やっぱ寝てるのと寝てないのだったらやっぱ睡眠がちゃんとしてる方がそのパフォーマンス的に次の日のパフォーマンス的に全然変わってくるし、その睡眠をしたところでちゃんとした睡眠が取れてないとそれこそねパフォーマンスにも影響してくると思うんですよ。でいろんな意味で睡眠の時間とか質とかっていうのは高めていくべきなのかなと思うので、まあ、寝てる時間って結構長いじゃないですか。人生の中でもう何パーセントぐらい寝てるよって話じゃないですか。3分の1は絶対寝てるよねってことを考えるとやっぱすごい大事なんですよ。というので、まあ、一応ですねこちらの商品が保証があったと思うんですよ。120日間のお試し期間、それだけでもいいので試してみる価値はあるのかなと思います。まあ、気に入ればねそのまま使えばいいし、気に入らなかったらもう返品すればいいかなと思うので、まあ、試しに使ってみるのも全然ありだと思います。一応ですねこちらの商品の URL 下の説明文に貼っとくんで、気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではさよなら、バイバイ、バイバイ。